整備士あるある。電気自動車でよく聞く電費って何の回答。新人。ガソリンエンジンの車だったらガソリン1リッターで何キロ走れるかなんて単純なんですけど、電気自動車だとよくワットアワーパーキロメートルとかキロメートルパーキロワットアワーっていう単位で書かれていますよね。前者は1キロメートル走るのに何ワットの電力を1時間使った電力が必要なのか、後者は1000ワットの電力を1時間使った電力で何キロ走ることができるかです。どっちか片方分かっていたら計算で求めることができます。目に見えないし電気苦手なんですよね。中堅。単位だけ聞くと分かりにくいですよね。今大体国産で 150Wh パーキロメートルぐらいでしょうか。これは大体こたつ1時間つけっぱなしにした電力で車が1キロ走ることができる程度です。またキロメートルパーキロワットアワーだと走行距離大体5から8キロですよね。これは出力の大きい電子レンジだと 1000W を選択できると思うんですけど、これを1時間つけっぱなしにした電力でやっとそれくらい走ることができる程度です。そう考えると電気使う割に走らないなって思いますよね。電費が悪くなる要因としては何と言っても冷暖房の空調です。エンジン車と違ってもろ電気に依存しているのでみるみる電気を消費していきます。次に高速走行です。エンジン車はギアをうまく使って効率が上がり燃費は良くなりますけど、市街地を得意とする EV の場合空気抵抗など上がるばかりで燃費は落ちます。それで航続距離を気にされる方多いんですけど、積んでるバッテリーの大きさに比例しますので距離数伸びる分車両が重くなってしまい燃費は悪くなってしまいます。ベテラン。え？なんてこと聞いてるん。まあ、今朝も会長やったけども。あ、燃費な。近年の EV 化ってそもそもカーボンニュートラルとか CO2 ゼロを目指してやってるんよな。みんなは発電所が電気作るのにも CO2 排出してるの知ってるよね。資料用意したからちょっと見てくれ。国内で1キロ走った時の CO2 排出量なんだけど、この電気自動車の 57g は最近の燃費のいい車で試算してこれだからな。言うてハイブリッドの車と大して変わらん。これ中国とかインドだったら逆転するし、国内でも電力会社によっては逆転する地域もあるんよ。これくらいの差やったら電気自動車1台生産廃棄するより全然ハイブリッド車の方が環境にいいって話な。それに電気自動車は災害の時に役に立つってよく聞くけど、フル充電してたとして一家族生活するのに 3,4 日持つかなくらいやろ。東北の震災でまだ寒い時電気も物流も止まって実際重宝されたの燃費も良くて発電もできて給電もできるハイブリッドの車やって忘れたん。ハイブリッド信者ってわけではないけど、電気が善みたいな同調バイアスは危険よ。みんなは次新車買うとしたら電気自動車って思ってるんかな。よかったら教えて。